中野ルイ3年、清和学園高校、清和屈指のうまさ。昨年のエースナンバー14だった藤田春を彷彿とさせる上背あるテクニシャン。長いストライドと巧みなボールタッチ、柔らかい身のこなしで次から次へと敵を抜いていくドリブルは圧巻です。竹山真3年、広島ユース。昨年からスタメン。おととしと昨年にそれぞれ池田柚木、高下道香といった大学経由プロ濃厚テクニシャンたちが背負ってきた14番を背負う司令塔。状況を見た長短の配球とセカンド回収の速さを武器に攻守で君臨する。高橋修太3年、武南高校。抜群のセンス、ボール扱いとキックのうまさ、アイディア、独特のタイミングは抜群と監督も評価するように、武南の中盤に君臨する絶対的レフティ。ゲームコントロールはもちろん、3列目からタイミングよく飛び出して攻撃を活性化する。稲見渡3年、清和学園高校。水を運ぶ人。今年のエースナンバー14を背負う北条陸人と同郷の JSC 千葉出身。ボランチの他に右サイドバックもこなし、主役タイプが多い清和学園において堅実なプレーで黒子としてチームを支えます。
天野陸2年清和学園高校期待の2年生ボーコントロールに長け密集でも難なくすり抜けられる清和らしいテクニシャンプレメーカータイプと思いきや前線にも飛び出し得点も奪う。